思議な現象や。もう遅れたんで。あ、そうそう、バラバラってなった。いいか、ひなちゃん頑張れ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ぽちおです。ぽちこです。はい、ぽちおチャンネルです。はい、ということで、まず最初に、はい、デニス、のお二人さん、はい、それとデニス関係のスタッフの皆さん、はい、千葉ディレクターも含めね、はい、本当にね、ポチョチャンネルとコラボしていただき、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。遠いところ来ていただいてありがとうございました。はい、はい、で、まあこういう反響あるうちにね、はい、何でも鉄を熱いうちに打てば、打て打てという言葉もあるように、はい、ちょっとあの日傘シリーズ、シリーズちょっとね、掘り下げていきたいなと、うん、そうです。この中ちょっとやってるんですけどね、はい、発色様説もあるんで、そうですね、ね、うん、ちょっとこの分流しておきましょうか。はい、都市伝説みたいな。あ、そうそうそう、草木女みたいな中での発色あるんですよ、身長が2メーター40、2メーター40、2メーター40の女性がいて、うん、その人に気に入られてしまうとか、見入られてしまうとか、見入られるって書いてある、うん、どこまでも追いかけてきて、あー、ストーカーのヤバいやつが2メートル50センチの女です。はい、こんな感じです。そうです。で、発色様はね、この、詳しい説明見るとなんか盛り塩すると塩がなんか黒く変色するみたいな。そう、本当に発色様だったらね、うん、まあほんで塩って昔からお清めとかいろんな意味あると思うんで、その現地に行って、うちらはおれんのですけど、盛り塩を置いて、置いて、でうちらの代わりに身代わりに、うん、ひなちゃん、りかちゃん人形のね、お友達のひなちゃん、もうね、ちょっとね、うん、一泊させてもらおうかなと思ってますっていう、急遽思いついたんで、はい、それをしたいと思います。はい、行くまでの間はね、いつも通りなんですけど、うん、ちょっといつもと違って夜なんで、夜なんで、ちょっと恐怖増すかもしれませんが、うんうん、よろしければ、はい、最後まで見てください。はい、チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。そしたらこれがね、盛り塩。はい、お塩です。じゃあ、塩入ってます。はい、で、こっちはひなちゃん。はい。です。はい。をね、現場に。はい。置いていきたいと思います。思います。はい。そしたらスタートです。これはもう、純正の車のヘッドライトだけ。はい。ちょっとあの、手ぶれ。携帯のあれで行くと、反射が。あ、そうですね。こういうね、撮り方とかおすすめのカメラでやすいとかあればね、はい、やっぱもう暗視カメラ的にはいるね。暗いね。で、この勝手にオートでハイになるはずがならんっていう。あ、なんだろう、なんか不思議な現象や。暗いよ、十分暗いよ。はい、手ぶれしたらごめんなさいよ。まあ、しゃあないね、すいません。まあでも、ちょっとあの、うん、夜やけん怖いんじゃない？なんか怖いな。なんか怖い。うん、で、そのお二人はもうこういうのを。ねえ。ああ、じゃあこんな時間でもこんな暗いのに。咲いてるんやな。すごいな。関西はいいけんね、すぐ熱い。なんか前来た時より荒れてないね。あ、誰かタケノコ掘った。びっくりした。誰かおるんかいな。タケノコ掘っとった。タケノコの皮があった。あ、こういうこと。うん。あ、そうなんじゃ。ヤホの掘れるんじゃ、ここ。そんなとこで掘らんでも、前に何個でもあると思う。ほらな。ここで掘らんでも。あ、ほな、人間じゃないかもしれん。動物。はいはい。うん。可能性はね。うん。ここをこの間歩いたんよね。そう。歩いたら結構きつかったね。きつかった。1キロ2、300かな、うん、時間で言うと。あ、ほうなんだ。距離測れてなかったんやけど、ね、うんうん。でも、13分ぐらいだったらそれぐらいみたいよね。あ、ほうなんじゃ。うん。はい、来た。はい、来た。よいしゃー。ヘッドライトで照らした方がええんかな。あ、ほうやな。見えんだろ。なあ。でも眩しすぎるかな。いや、でも。いてるかな。うん。いるだ、ここらへんや。ここらへん。うん。ここのあたりぐらいで。ほうやね。ここいらへん。ひなちゃん頑張れ。ひなちゃん頑張れ。
塩も一応開けた方がよかった。あ、そうやな。こぼれんようにね。うん、サラダナップをとるの、ポチコさんがあんをくれたんで。あ、そうそう。バラバラってなったらいいか。ひなちゃん頑張れ。塩横に置いとくな。ひなちゃん頑張って。うん、襲われんと思う。うん。明日来るけんな、お迎えに。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあね、ひなちゃん置いてきました。ひなちゃん置いてきました。いますか、今だ。ひなちゃんおる。確認してます。今のところ行きます。行きます。はい。はい。またね、明日、ひなちゃんをお迎えに行きたいと思います。かすると私一人よ、怖いわ。お願いします。助けて。おかしいおかしい。ひなちゃん頑張れ頑張れ。また明日来るよ。はいはい、はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ポチョです。コチコです。昨日ね、はい、夜にリカちゃんのお友達ひなちゃん、ひなちゃんはね、はい、日傘の女出現場所に、うん、森塩とともにともにちょっと置いてきましたんで、身代わりありがとう。まあ実際どうなっておうかと。はい、最近ねデニスの、はい、デニコアカ、はい、の分の YouTube のファンの方がね、うん、ちょくちょくポチョチャンネル来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。今後ともね、できればね、はい、チャンネル登録していただいて、うん、いいねもしていただければ応援してください。やる気につながります、ね。はい、まだまだ弱敗なんでよろしくお願いします。お願いします。ではレッツひなちゃんお迎え、お迎え、救出の方やな。お迎え行ってみましょう。はいはいはい、OK です。そしたらひなちゃん救出に行きます、ね。やっぱり昼間と夜全然ちゃうね。全然違う。昨日夜ちょっと怖かったよね。怖かった。雰囲気が怖かった。すんごいやった。ここら辺もなんか骨とかありそうな感じやけど。すげえ。だだだだだだだやな。すんごいな。道はやっぱ悪いね。道悪いですね。もう舗装あんまりされてないと。うん。まあ一応ね、一回はメイン道路だったんで。ああな。昔はな。うん。なのも本当も通らんでも、両方のね、集落が生き生きできる状態で。できる。なったんよな。うん、そうそう、日傘の女シリーズを見ていただければね、うん、全部そこら辺喋ってますので、はい、よかったら見てください。はい、ガードレール謎やね、未だにポンって落とした。何だったんかな。熱膨張でしょ、本来ね、前から言うけど日傘さすほどここって火当たるとこないんで。ああな、今日もお天気がいいけど、ね、今日はね、まだいいと思う。普段で言うたら結構もうゲームつくかな。つくね。つくかな。つきます。こん、あ、ひなちゃんはお元気でしょうか。あと森塩に変化はないでしょうか、はい、ね、ちょっと行ってみようかな、ね、あ、ひなちゃんおる。おった、ひなちゃんおる。ちょっとほな見てみましょう。救出いきます。はい、さあひなちゃん、あ、ひなちゃん、え、なんかある。何がある？石尾のとこ見て、なんかある。カップずつ取って。なんか落ちてきただけじゃない。上から落ちてきたのだけ。ひなちゃん、ひなちゃん大丈夫？なんか変わってないか。なんかえらい汚れてない。雨降ったんじゃん。かな。あ、石尾硬い。え？塩硬いです皆さん。え？固まったん？寒い県とか。触ってみて。ちょっとだけ。硬いの？あれ？なんかサラサラしてない。これ木のサラサラだった。あ、サラサラだった。なんでこんなになるんだろう。ちょっと不思議。ひなちゃんは私怖かったよ、一人だったのに。なんかちょっとパラパラ音。変化はないですか？ないです。大丈夫ですか？服も濡れてない。服全然乾いと。あれ、あ、びっくりした。ビビリです。はい、
まあ、塩がちょっとね硬なとなってます。なんだろう、温度差とか本なんであるんかわからんけど、またなんかわかる方コメントください。はいはい、ってことはついてきてはくれるってことですよね。まあ、あのあそうか、趣旨、はい、趣旨としてついてきてほしいであれば、うん、八尺様は、うん、だいぶチャンスあり。そういうことやんな。ハートがお付きかどうかっていうのはある。どちらかがタイプやったらね、はい、うんうん、まあ、あれぐらいのでかい女性だけの俺しかいないと思うんですけど、ね、申し訳ないですけど。あ、そしたらね、はい、無事ひなちゃんは救出ということで。まあね、森塩はね、八尺様説があって、はい、うん、森塩が黒くなるっていうのがあったんです、うんうん、黒くはなってないんですけど、硬なっとったね。本当コメントで、もし分かる方あったら、はい、コメントいただければと思います。うん、まあまあ、こんな風にいろいろね、挑戦してますんで、はい、なんかやってほしいこと。できる範囲で。できる範囲で。ちょっとね、コメントいただいて。いろいろ挑戦ね、したいと思います。はい。はい。じゃあまたのポチョチャンネルでお会いしましょう。はい。またね。バイバイ。バイバイ。